森中育夫は、日本の原子力技術者、実業家。関西電力代表取締役副社長や、関電プラント監査役、使用済み燃料再処理機構理事等を務めた。1979年名古屋工業、大学工学部機械工学科卒業、関西電力入社。1996年原子力、火力本部原子力。 火力企画グループ不電気事業連合会出向。2000年原子力事業、本部保全計画グループチーフマネージャー。2003年原子力事業本部、発電グループチーフマネージャー。2005年原子力事業、本部保全計画グループチーフマネージャー。2006年高浜発電所長。2009年原子力事業本部副事業本部長。 2010年執行役員原子力事業本部、副事業本部長、原子力発電部門等括2012年執行役員原子力事業本部、副事業本部長、原子力技術部門等括2013年常務執行役員原子力事業、本部長代理、原子燃料サイクル室担当。2019年代表取締役副社長。 執行役員原子力事業本部長、関連プラント監査役、同年関西電力総務室府。この間、使用済み燃料再処理機構理事、原子力環境整備促進、資金管理センター評議員、経済産業省総合資源エネルギー調査会、電力、ガス事業文化会原子力小委員会専門委員、日本機械学会動力、エネルギーシステム部門運営委員、 国際原子力情報システム協議会委員、原子力委員会、研究開発専門部会構成委員、電気事業、連合会原子力開発対策委員会総合、部会長等も務めた。財務省国税庁金沢国税局の税務調査で、高浜原子力発電所がある、福井県大井郡高浜町の森山英二元助役から、原発マネートを募四千六十万円相当の、 金品を受け取っていたことが明らかになり、厳重注意処分を受けた後副社長に昇格した。2019年に問題発覚後、役員報酬の相当額の返納が求められたが、八木誠元会長や岩根茂木元社長らと異なり全館注意義務違反はなかったとして、損害賠償請求は免れた。ありがとうございます。